ティブです。シャラです。小町です。ハゲです。一人多いわ。多かった。何ですか？今日はですね、はい、僕の持ち込み企画でございます。はい、久々のグラコロ。グラコロ。もうちょっとちゃんと見えちゃったんですけど、ディアオスでございます。はい、ということでですね、今回はですね、はい、ちょっと いろいろと見せられない部分がいっぱいあるんですけど。あ、そうなの？はい、まあ題名だけ言っちゃうとですね。はい、相手の選んだカード1枚だけが裏返しになってケースから登場。わお、やばくないですか？やばい。これを、師匠にやってもらいたいと思います。できません。まあまあまあ、やってもいいけど、はい、ちょっと別の方法で。ああ、別の方法で。まあまあそうです。今回はこれがついてくるということ、はい、この解説と、あともう一つはまあ選んでもらったカードが一番上に上がってくるという、はい、やりたいと思います。じゃあそれではまあいろいろ練習しまして、見せたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。カードです。はい、カードです。ちょっとじゃあ、小松さん、まず、あ、ほう、はい、ありがとうございます。バラバラです。バラバラですね。バラバラ。まあ、ちょっとボケちゃったりして。はい。小松さん、好きなところでタッチしてもらって。ここでですか？これでですか？覚えてください。覚えました。はい。はい。覚えました？はい。ちょっと立ちますね。はい。こちらで。はい。これをですね、こんな感じに入れちゃいます。シャッて。入ってるかな？入ってる。お願いします。これ一番目なんですね。すごい。で、クリオという間にくれた。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、僕はですね、はい、これについてる、教材としてついてるインビジブルデック。はい、おで、やり方としてはインビジブルデックのやり方が解説されてるんですけど、はい、このインビジブルデックを使ったブレインウェーブ現象をやってみたいと思います。あ、すごいじゃないですか。ちょっとね、解説とは違いますよ、はいはい、でもついてるこのデックでできますのでね、はいはいはい、ちょっといろいろ操作するとちょっとよく切ってください。切る、はい、よく切っちゃって、よく切っちゃっていいですよ。本当に切ってますね。やばい。ここでいいですか？もっと切ってもいいですよ。ここでいいです。本当にここでいいですか？はい、じゃあここから上、何枚かこう出しますから、はいはい、この中で1枚か2枚それぞれ覚えてください。これは声に出して言っちゃダメですか？言っちゃダメです。言っちゃダメ。心の中で1枚か2枚、1枚2枚でもいいですよ。はいはい、思いました。はい、ね、なんでこれがインビジブルじゃないかっていうと、はいはい、インビジブルデックっていうのは、はい、あれなんですよ。見えないトランプっていう演出をするからインビジブルデックなの、はい、これはブレインウェーブって言って、はいはい、脳波で当てるという。おいいですか、はい、今ね、裏でね、怪しい脳波で受け取って、はい、覚えたカードをひっくり返しました。そうでしょ。言ってください。何でした？ダイヤの5。ダイヤの5。もう1個は？あ、僕1個しか覚えてない。1個。ハートのキング。ハートのキング。はい。だけ？あと、スペードの3。見てみましょうか。やってね。ダイヤの5です。うん、ハートのキングと、はい。多分ね、3枚からひっくり返ってる。え？よ、3枚、ダイヤの5、ハートのキング、おーおーおー、スペードの3。どうもありがとうございました。ありがとうございました。まあ選んでもらったカードが、まあ、一番上に上がってくるみたいな感じのやつをやってもらいたいと思います。
みたいな感じのやつをあのまあここの一部をやっていただけるということで、はいはい、全部じゃなくてね、はい、全部じゃなくて一部をじゃあお願いしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ではこちらにカードを準備いたしました。こちらのカードスーツです。スーツです。そしたらじゃあ、はい、まずですね、はい、はい、ありがとうございます。今完全に言ったらはい、ずっとはい、師匠1枚引いていただいて、はい、それがいいですか。はい、ちょっと意地悪して。おー、面白い。あー、はい、皆さんに言ってくださいおー、おー、おー、はい、OK です。いい回だねこれね。何号でしたっけ。47号でございます。47号。100まで出るんでしょ。もうすぐ半分だね。もうすぐ半分です。これ素晴らしいよね。素晴らしいですね。素晴らしい。すごいっすよ。メーガさんの解説も本当に、はい、いい解説されてる、ね、優しめな解説ですごくいいですね。とてもよくできる。はい、本当にその通りやれば、はいはいはい、この奇跡が起こせるというね。すごいですね。すごいよね。でインビジブルデックは、はい、あのちょっと今やらなかったですけれども、はい、もう本当に不思議な鉄板中の鉄板がねできますので。すごいですからね、インビジブル。もう不思議ですからね。ね、ぜひぜひ。はい、それではありがとうございました。